空いてる街です。で、そうですね。震災後は6000人って言ってましたね。まだ戻ってこない方もいるので、あの6000人です。で、ただ土日でですね、あの観光の方も少し多くなってきてますし、少し賑やかさをこう増してきてるかなというふうに思っています。そんな町です。これ震災の時は800人犠牲になっているんですね、津波で。約人口の1割が亡くなっているっていう町です。そんな町からですね、今日はあの伝えてきます。はい。もしもですね、あのこの映像が映った時も15分後にですね、もう一回室内を用意してますので、そこに移動してあのお話を進めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では続けていきます。ではちょっとこの写真をですね見てほしいんですが、これは震災前の写真になります。こんなふうにですね、町が多くあの町並みがあります。そしてこれが女川湾ですね。で、湾口があるということです。まあ、これをですね、ちょっと頭の中に入れていただきたいというふうに思います。そしてですね、今のこうリアルの女川湾になります。私のこう後ろですね、こちらになります。今日はですね、午前中、雪がですね、降っていました。今もね、多分気温は2度ぐらいだと思います。で、湾が見えますけども、湾は今日はちょっと褐色とか黒ずんで見えますね。夏は、あの、本当にこう、キラキラと、ライトブルーっていうか、コバルトブルーっていうか、そういった綺麗な海です。そして今、あの、ここに船が止まっていますけれども、船着き場があります。ここは震災前と同じ場所にあります。で、先ほどあの、家がいっぱいありますけど、その家があったところは今もう広場になっています。もう家はもう全くない状況です。そして、目をですね、奥の方に向けてもらいますと、山と山がありますけれども、まさしくこう V の字になってますよね。V の字になっていて、ここはあの湾口はですね、2.5 キロということで、一番こう狭いんですね。という湾になってます。一回こう水が入ると、2倍、3倍とこう膨れ上がる性格があります。遡上するっていうんですか。すごくこう危険な場所、特性でした。そして、もちろんですね、津波の避難があるけども、これは次から次に逃げられるですね、あの高台に逃げるというのがですね、あの原則となっています。そうもしなければ命は守れないというふうになります。そして、沿岸部の人はこう山に逃げる。それがですね、鉄則だというふうになっています。まあ、そういったことを伝え続けていることがですね、命を守ったんだなというふうに今思っています。はい、こういったロケーションです。今度はですね、ちょっと目をですね、町の方に、その目、でもね、こういったところでもう十何年やってるから、あの、なんとか大丈夫ですよ。で、ちょうどですね、こういったふうにあのグリーンの建物がありますが、あれは町唯一のスーパーです。オンマイヤーというんですが、あの、この場所にもともとありましたけど、震災の津波で流されて、で、まあ、再建をこの2、3人しました。で、ここはですね、昭和40年代、ここ全部海です。その海を埋め立てをして建てています。ここが、まあ、海から200メートルですね。このスーパー、そういったところになります。今ですね、この写真をですね、お見せしますが、これドローンで撮った写真ですが、今私はこの駐車場にいます。そして、ここがスーパーですね。で、銀行のアット部署もここの駐車場になります。そして先ほどですね、昭和40年代に海を埋め立ててきたというんですが、その後に昭和63年から日本で初めて国土交通省がですね、土砂災害の工事をします。女川は津波だけでなくて、山津波、土砂災害が多い町だったんですね。そういった意味ではこういった工事がされます。で、この山全体を堀木山なんですが、土砂災害を防ぐための擁壁を作り、そして、土地を有効活用ということで、山の土を取って病院を建てていきます。そして余った土をさらに海を埋め立てていくんですね。そして避難場所を作るということで、一石三鳥でした。要は、土砂災害を防ぐ、そして避難場所を作る、土地を有効活用。三つですね。
リスク山頂の工事でした。そういった場所まで ありました。で、全体のですね、避難場所を見ます。はい。で、ここ全体がですね、町の避難場所なんですが、こういったふうに病院、4階建ての病院があります。そして目をですね、少し上に向けてもらうと、三原台ですね、山。あそこにはね、道があるんですよ、左右に。一つはこちら、女川町の駅に行きます。もう一つは、石巻方の集落に行く道があります。上に上がればね、どこでも移動できるんですよ。で、この、もう見えないんですが、この山の裏手にはですね、当時、50メートルのところに神社がありました。熊野神社ですね。そういった場所がですね、全体の高台堀切山というふうになります。そして、津波ですね、津波の高さ。湾から来た津波の高さは、今ここは16メートルの高台になりますけれども、私の頭をはるかに超えるような津波です。病院の1階のですね、天井上まで来ています。そして当時ね、ここに600人逃げてるんですよ、600人。で、その方たちは海の様子を見ながら、海の変化を見て、より早く、より安全な道ということでって、病院の中、そして堀切山の神社にですね、逃げていってます。まさしく津波の鉄則の避難をしたんですよ。より早く、より安全な道ということをね、実行したんですよ。またここにはそういったふうに別の場所が備わっていたということですね。それぐらいのスーパーマンのような避難場所だったんですよ。はい。ではですね、ちょっと息子の働いていた銀行の話をしていきたいなというふうに思っています。またこちらですね、銀行は先ほどのグリーンのスーパーのもっと手前、この白い建物ですね、この建物の奥側にありました。ちょうど海から100メートル、当然埋め立ての土地です。ね、ここから見てもすぐ近くですよ。こっちに来いっつったらもうね、声が聞こえるぐらいです。聞こえてるんですよ。そういったロケーションで勤めていました。で、まあ、あの時ですね、町の人たちはこの高台に来て助かった人たちがいる一方で、近郊の、まあ、支店長からはですね、2階建ての10メートルの屋上でとどまるように指示されました。そして当時はね、2時46分に有事が発生をして、小川町震度6弱を記録します。ものすごい揺れでした。3分間、揺れが続きます。じゃあ銀行の人はどうしていたんだっていうと、支店長は不在でした。そして、まあ、自責者からは何も避難の指示も出せずにですね、ただ、呆然と片付けをして、まあ、支店長に帰るようになってたんですね。お客さんがね、いたんですよ、2人。ただ、もうすごい揺れだったので、自らも危険と感じた。すぐに逃げていったんですね。そして、10分後に支店長が戻ってきて、まあ、公園の通用門を、息子はブロック塀で開けていたんだけども、それをあえて閉めて、支店内の施錠を全部閉めなさい。そして、書類の金庫への格納しなさい。そして、屋上に行ってドアを開いて海を見てなさい、指示を出します。息子はその指示を全部受けてるんですね。もうその段階で企業の管理下の密室になってしまったんです。行員は屋上に行くのは誰しも始めた場所でした。まあ拘束された管理下で働く者がですね、どう命を守るのか、そしてもし今日聞いている方がその場にいたらどうされたのか、一緒にこう考えてもらったらありがたいなと思っています。そして銀行のですね、防災プランです。銀行の袋は行員の持ってるカードです。有事の時は銀行の駐車場に集まって、堀木山屋上の無事はどこにもないんですよ、はい、そして銀行ですね、ちなみにこの堀木山に行く徒歩で行く訓練は平成18年以降は全くしていなかったんですよね。で、小川町はこの場所には防災無線がいっぱいありました。防災無線でもうとにかくもう避難をしてくれと危機迫ることを言っていたんですね。
女川にこう津波が押し寄せてるのが分かりますから、もう逃げてください。そして最後には知らない海が見えたんですよ。その時はもう隣より逃げろと言ったそうです。息子は時間があるから向こうの高台が行ける、この場所に行けるっていうことを残していたんです。でも、それはできなかった。そして、13人が屋上に留まったわけですよ。その方たちは津波が来て逃げ場を失って、屋上にある塔や電気室の上にね、逃げるしかなかったんです。この風景を今私の立ってる場所から町の方が見ていたんです。そして、なんで銀行の人は上にいるんだ、こっち来い、こっち来いって言うんだけども、来ることはできなかったんですよ。そのうちに津波が襲来をして、一人の船流されていったと。ここでもう皆さんに見てるんですよ。そして最後の講義はね、自ら自分の命を守るために、スーツを上着を脱ぎ捨てて、特攻隊のようにね、手を広げて海に飛び込んでいったっていうのをここで確認されているんです。そして、結果はね、一人は奇跡的に生還したんですが、息子をはじめ4人が死亡が確認され、今も8人がね、行方不明のままなんですね。なんでこう屋上なのか、本当にこう疑問が残っています。そして、ここにね、あの来る、町からすぐ来れる階段が2つついていたんです。その場所にね、ちょっと移動していきたいなと思っています。この駐車場に来ると、ここはもともとあったので、いつも思い出します。今ちょっと写真をね、お見せします。こんな風にありました。これが近郊です。で、これは江ノ島共済会館といって、4階建てのビルが横倒しになった。ここが屋上ですね。まあ、ここにはあの江ノ島という離島があるので、離島に帰れなかった人が泊まる施設、そしてあと水産会社が入ってました。もちろん水産会社の方もこの堀木山に来て助かっています。これはマリンパルという物産館ですね。全部埋め立ての土地に立っています。これはね、随分こう綺麗になった状況です。私が写真を撮ったんですが、まあ、私はもう戦争の経験はないんですけど、移動しながら言いますね。私は戦争の経験はないんですけど、本当にこう戦場のようにですね、もう散々に粉々になっていました。まさしく今、ウクライナ戦争を見ますけども、まさしく同じような状況だなというふうにダブって映ります。そしてまた、ここにはですね、うずたかく、まあ、瓦礫っていいますか、いろんなもの、流出物が重なっていました。中には加工場の魚とかあって、匂いもすごくこう、すごい匂い、臭がしてました。匂いはね、すごく覚えてるんですけど、色とかそういったもの、当時多分4月は作品に咲いていたんですよね、女川も。そういった色は覚えていないんです。そのくらい、あと自衛隊の方が来てね、捜索もしてました、瓦礫を片付け。時には残念ながら犠牲者が出て、それを収容する場面もですね、何度もこの場所で拝見をしてます。本当になんかね、あの戦場に来たような感じです。今、あのガードレールが出てきました。これも11年前のままです。こういったふうにですね、こう傷がついてますね、こう曲がって。ここはもう海の、海っていうかもう海ですね、こう水がもういっぱいになって。なんだ、洗濯機の渦を巻いてたっていうふうに町の人が言ってました。なので、車はね、こうぐるぐる回ってぶつかったりしていたんですよ。でも今ではね、こういった生々しいのも、まあ遺構になってますので、ね、当時をこう思い返す遺構になっています。そしてこの建物ですね。右側になりますけども、津波の高さをもう一回確認します。この色ですね、薄い茶色と濃い茶色の間、1階の、まあ、間ですね、ここ20メートルのところまで津波が来てるということです、ね、もう周りにも車がねいっぱいあのゴロゴロと流れたのをですね見ています。でここに来ると思い出すんですよ。当時3月10 23日だな、3月23日に頭取とですね、一緒に現場を見に行きましょうって待ち合わせをしました。朝早く。そして
頭取と行員とここに来ました。頭取はここまで来てればなって一言言いましたよ。それは本当は本音だと思うんですよ。うん。またその気持ちにね、いつかね、一緒になってもらうようにもお願いしてます。なんとかそういったふうに私ども頑張っていきたいなというふうに思っています。はい。ちょっとね、あの風景を込みながら、はい。今、向こうに立っているのは、ホテルだそうです。で、これはですね、女川町原子力発電所があって、女川原発ですね、これが再稼働するということで、再稼働に準備する方の作業の方が泊まられるんじゃないかということで、まあ、想定をしてこう立てていたということです。まあ、町の方はね、そういったふうに言っていました。女川の原発の再稼働でも、そういったふうになんか町は動いているようです。はい、その間にですね、あのこの場所はこの場所に来ました。この場所はですね、中高堂階段上っていうことで、当時は海抜12メートルぐらいの場所ですね。今こうもうかさ上げをしているので、7メートルのかさ上げをしているので、こう高低差、お店と高低差はほとんど感じられません。中高堂階段と言いますが、この下にですねお店がつながってました。でこの下にですね、中高堂っていうそのレコード屋さん、CD 屋さんですね。そういった音楽を扱うお店があったそうです。その屋号を使ってですね、こう中高堂階段上っていうふうになってます。その階段がですね、こういった形で、この避難場所に来る、この鉄のですね、7メートル以上ある階段がですね、備わっていました。ここを逃げて、ここを登ってですね、逃げるっていうのが町のこう鉄則になっていたんですね。ここの場所にありました。はい。こんな風にですね、もう行けるんだよって、もう準備はね、あったんですね。そして、銀行さっき言った、あの白い建物ですね。その前ですから、道路はね、もともとの震災前の建て付けとほとんど一緒です。あの場所からずっと来てですね、このさっきの階段を登って、そして、私が先ほど言った駐車場、病院まで行く。そこは、距離は260メートルなんですよ。走れば1分。ゆっくり歩いても3分。息子の健太もね、この場所を歩いて、そして階段を上がって、避難場所に行って、命をね、守っていて、そして町の人にこう共助するというふうに、本来はしていたんだろうなというふうに思います。でもそれがね、できなかったんですけど、すごく残念です。はい。ではですね、女川町には他に金融機関がありました。そのお話をね、ちょっとしていきたいなというふうに思っています。はい。ちょっと番号だけはちょっと覚えてほしいんですが、これは四十四銀行1番目ですね。で、2番目が、これが、三島信用金庫、3番目が仙台銀行、4番目が漁業組合となります。すべて100メートル以内の上に立っていました。はい、ちょっとここからまた話しながらですね、進めていきたいなというふうに思っています。ここの道路も当時のままなんですよ。ここはもうね、生活の道路で、ここを伝って、まあ、逃げてくるということですね。はい、で話戻ります。さっきの石巻信用金庫になりますが、石巻信用金庫は同じように事務所の裏に階段がありました。そこをですね、女性の行員は当然歩いて避難をします。男性の行員は車にエンジンをかけて見張りをつけて片付けをして、いざという時にやっぱ避難をします。3番目の仙台銀行になりますけども、仙台銀行は外方の方が6メートルの津波の情報、大津波の情報を入手をして、支店長に報告をします。そして、支店長はもう危ないと思って、女性の行員の方に寒いので、上着を着なさいというふうに準備をさせ、車2台で運動公園ですね。こことまた別の指定避難場所、運動公園に避難をします。あとは、漁業協同組合。漁業協同組合は2010年の2月に1位から発生した
津波がありました。日本で初めて3メートルの大津波警報が出ました。その時1メートル女川には来ています。その経験から有事の時は、この次の有事の時は何も取らないで逃げようって決め事をしていたんですね。なので皆さんもうすぐに避難をしました。この3つの金融機関はすべて3時前後に避難をしてですね、対処して命を守っています。全員がですね、誰一人も犠牲者をどの金融機関も出していないですね。何が違っていたんでしょうね。これはやはり地域の特性を考えた避難行動と、あとはやはり部下の意見を柔軟にこう聞き入れる、そういった、まあ、社内の、まあ、環境とか風土とか、そういったものがあったと思います。それがやはり命を守る行動に移したなというふうに思っています。はい。風ね、やはり寒いんですよ。うん、でも今ヒートテックとかあるからね、前は10年前はこういっぱいこう重ねをしてましたけどね。ちょっとね、ここにはあの最近お前屋さんってスーパーがあったんですが、スーパーのところにこういったあのリレーする日があります。ここもですね、残念ながらこのスーパーでは新しくあのレジを変えたらしいんですよね。そのレジをですね、まあ2階に上げなさいということの指示を出して、従業員の方が亡くなっているんです。で、ただここの社長はやはり会社のまあ指示なのでっていうことで、こういったふうにですね、異例のものをですね、その敷地内に建てています。これもですね、企業としてのあり方としてはまあ素晴らしいなというふうに思って見ています。まもなくですね、銀行の跡地にですね着きますので、これからですね、家内の方、ひろみの方からですね、話を進めていきたいなというふうに思っています。今ちょっとイヤホンちょっとあの変えますので、ちょっとお待ちください。はい、はい、聞こえてますか？大丈夫です。聞こえてますでしょうか？はい、大丈夫です。はい、では私の方からお話しします。ちょうどここがですね、銀行があった場所です。ちょうどこの辺りですね、あのここから立って目の前の病院の方がこのように風景目の前に見えます。本当に目の前なんだなって、あの改めて感じてます。なおさらここ7メートルくらいの火災上げがされてますので、本当にリアルに目の前に見えるって、すごく私的にはあの涙が出るくらい悔しいですよね。で、あの時の写真なんですね。ちょうど病院とこう照らし合わせた形で見ていただけるかと思います。ちょうど水かさがピークから少し引けたあたりなんですけども、この病院の駐車場にあった車がこの津波の引き波で全部押し流されて、この辺一帯にぷかぷか浮いてるということで、この辺は本当にあの全くの海状態で、あのでももともとここは海なんですよ。かさ上げされたっていうか場所なので、あの埋め立て地ですので、海やっぱり自然のものが本当に容赦なくそのまま押し寄せたという感じで、本当にあの女川のこの銀行のあった場所は本当に密集された場所だったんですけど、壊滅的状態でした。こちらがこの津波後の写真ですけどもね、あの
見るも無残な、本当に私たち初めて女子に入ったの3月19日だったんですけど、まあ、こういう状況でした。あの信じられない、何がこの世に起きたのかなって、そんな感じの雰囲気に、本当に言葉も出なかったという記憶があります。はい、では女子の命の広場に向かいます。はい、はい、こうして風景見渡しますと、この向かい側の山の上の方に住宅があるんですけども、そちらの方は津波は押し寄せておりません。というのも、女子の方々の津波の避難っていうのは、今の病院のある堀切山ができる前はこちらの山の方に逃げるっていうのが鉄則だったそうです。通称名で言うと、のどむ湾の層という、そのような場所なんだそうです。でそちらの方に11年前の震災の時も、こちら階段でちょっと高齢の方々逃げることがちょっと困難だった方は、こちらがなだらかな坂だったので、こちらの方に逃げてる方もたくさんいて、こちらで助かってる方もたくさんいたということも聞いております。はい、では向かいます。涙から鼻水から出るような、なんとも、そう、最高に冷たいような今日女川なんですけども、3月11日も地震があった後ですよね、津波が来たあたりからかな、雪が降ってきて最高に寒かったって記憶あるんですけど、あの時はマイナス1度だったそうです。今日はあの時に匹敵するぐらいの寒さで、本当に津波の中、本当に皆さんどんなに寒い思いをしてね、ここを避難されたのか、本当に流されてしまった方々のことを思うとね、本当に言葉にならないですよね。ここは銀行の跡地からさほど離れてないところで、海の目の前になります。ここからは観光桟橋も見えます。はい、こちらが女子川命の広場になります。はい、慰霊、そして震災をね伝える場所として、銀行の遺族4家族で作り上げた場所になります。この周辺をぐるっと見渡すと、本当に女子川の特徴的な地形で、平地が少なくて海の近さと本当に山の近さとっていうのがリアルに伝わるような場所となっています。私たちはあの日起きた事実っていうのを本当に忘れさせてはいけないと。二度と同じ悲劇は本当に繰り返してほしくない。次の災害には本当に教訓にしてもらわなきゃいけないんだと。そんな思いで、この慰霊のモニュメントを建てたんです。そしてね、やっぱり大切な家族、本当にこの生きた証を語り継ごうと、命の大切さを伝えようと、その思いはね、今も変わることはありません。そして3月11日ですね、私たち遺族はやっぱりこの場所に立って海に向かって慰霊をします。黙祷を捧げます。このモニュメントなんですけども、ちょっと横の方向いてるんですよ。というのも、この3月11日の朝日の昇る方向を向いてるんです。
あの日から帰れなくなってしまった方々がまだまだたくさんいるんですよ。銀行の方も8人もまだ帰ってきてませんし、早くね、家族のもとに帰ってほしい、いちいちも早く帰れますようにと祈る。そして祈りね、ここで待ってるよというそのような場所にしたいんだっていう思い、そんな思いが込められています。少しあの息子の話をさせてください。私の息子健太はですね、あの親若ではありますが、あの何事にも諦めることなく目標を持ったら強く進むような実直な息子でした。小さい頃には本当に天気が良ければね、庭先で一日中遊び回るような、その遊びに夢中になるような本当にやんちゃな息子でした。そのすべてが本当に愛おしいと思えたものです。まあ、小学校3年生から大学まで続けた野球、あの采配が勝負を決めると自負してキャッチャー一筋にこだわった息子の野球でした。特に高校時代ですね、甲子園という目標に向かって懸命に頑張っていた頃、文武両道で本当に大変だったけども、その姿はとても輝いていたんです。親の目から見てもね、その息子の努力っていうのはこれからの息子の人生の糧となって大きく羽ばたいてくれるだろう、そんな息子の将来がとても楽しみでした。震災2日前ですね、宮城県に震度5弱の地震が起きました。あの津波注意報が出たんですけども、すぐに解除になったんです。その頃宮城県には99% の確率で宮城県沖地震が起きるよって言われてた最中だったんですよね。私は夕方のニュースで女川に5センチの津波が到達したことを知ったんですよ。その時息子から自宅のことを心配してね、連絡が入ったんです。その中で息子は職場は特段変わんなかったんだよって、通常の営業だったんだってことを話してたんです。私からあの時ね、もしもの時の避難について強く伝えていたならば、あの日の行動は違っていたんではないだろうかと、そう思うとね、すごく悔やまれるんです。3月11日、私はこれまで本当に感じたことのないような、強く長い、立っていられないくらいの揺れでした。自宅がある内陸の方の介護施設で働いていたんですけども、その揺れに、私はとにかく利用者さんを守らなければということで、テーブルの下に潜ってもらえる方は潜ってもらって、車椅子の方にはとにかく落下物から身を守るために毛布で全身を覆って、でその方と一緒に車椅子に座りながらその揺れが収まるのを待つしかできなかったんですよ。ラジオから聞こえる沿岸部の情報ですね、それに耳を疑いました。10メートルの津波って何それって、どんな感じで聞いていたんですけどもね、まあ、とにかく銀行の人たちはどこの山に逃げたんだろうかな、ってどこに逃げたんだろうと、それしか私は思っていなかったんですよ。その後ライフラインはすぐにストップ、すべてがストップされました。
息子からも銀行からも安否の連絡はなくて、不安な夜を過ごしました。あの日からですね、私たちは息子はどこかで必ず生きていてくれると信じて、この女川のね、浜という浜を探し続けたんですよ。色はなかったんですよね、その時のこの風景には。季節が巡ったことすら私は感じなかったですね。その震災が半年を過ぎた頃です。息子はこの銀行があった場所から3キロほど流されたあたりのこちらの半島の裏側付近ですね、のこの女川湾内で海上保安庁の方に発見されたんです。元気な息子との対面は果たすことはできませんでした。着ていた衣類をすべて並べてもらって確認をしなければいけませんでした。上着と靴がなかっただけで、ネクタイにネクタイピンまであったんです。初任給で作ったスーツズボンのタグの田村の文字が決め手となったんです。すべて息子のものだと一目で分かったんだけど、それを受け入れることは私にはどうしてもできなかったんです。人生を突然断ち切らなければいけなかった息子の無念な思いを想像すると、今も胸が締め付けられます。変われるものなら本当に変わってあげたかったです。息子がいなくなった今、何気ない日々の大切さ、本当にささやかでいいんだよ、ごくごく普通の平凡な生活を送れることが何よりも幸せなんだよって、一日一日を大切に生きるんだって息子が教えてくれました。震災11年もう過ぎてしまいましたけど、せめて息子の命を生かしてあげたい、その学びを次の世代につなげるために、この女川の現場に立ち続けてきたんです。語り継ぐことがこれから生きる未来の命を救うと私たちは信じてきました。息子の姿形は見えなくなってしまいましたけども、今日もね、今日みたいにこうしてお父さんと私と息子とで一緒に伝えているってなんかこの頃は感じるんですよ。息子の言葉一つ一つがね、もう一つ一つの言葉ですね、それがね、なんか健太が言わせてるってなんかこの頃感じてるんです、うん、命を守るためのこの未来への種まきっていうのは息子健太の思いなんです。誰もこのモニュメントなんですけども、誰もが印象に残るようにと制服を着た男女の行員を浮かび上がらせたんですけども、まあこの碑文にね、私たち遺族の思いを託したんです。命を守るには高台へ行かねばならぬ、なぜ目の前の高台ではなく屋上への避難指示が出されたのでしょうか、銀行には一言、山に逃げろって言ってほしかった、どんなに怖かっただろうって、どんなに悔しかっただろう、悲しかっただろうって、
どんなに無念だっただろう。東日本大震災を教訓に、職場の命守れ。次の災害には必ず助かってほしいんで、あえて強い言葉で私たちは残しました。私たちがいなくても、将来私たちがいなくなっても、この直立不動の男女の行員が私たちのその思いをしっかりと伝え続けてくれる、そう信じています。あの日ですね、あの日、あの高台に逃げていれば、私は銀行の人たちは助かっていたと思うんです。助かっていたはずなんですよ。今もそう思っています。自然災害っていうのは本当に計り知れない力を持っています。津波避難っていうのは、ここで大丈夫ではなくて、さらに高いところ、最悪を想定して最善を尽くさなければ命は守れないということを私たちは思い知らされました。ここで起きた事実っていうのは、働く者にとっては人事ではないんですよ。日光の人たちはなぜ助けてあげることができなかったんでしょうか。何がその判断を間違えてしまったんでしょうか。今日ご覧になってくださってる皆さんと一緒に考えていただきたいです。そしてそれぞれの組織、企業において人命を守るための取り組みにつなげていただきたいんです。じゃあモニュメントの裏に回りますね。行員8人の方はまだ家族のもとに帰ることができていません。こちらの高松さん、奥様がまだ帰られていません。まあ、成田さんの一人娘さん、お嬢さん、そちらのお父さん、高松さんの旦那さんは、自ら潜水士の資格を取って、この女川湾に潜って、今も懸命に探し続けているんです。私たち遺族にとって、震災は過去の出来事ではありません。あの日から本当に時間が止まったままなんですよね。これまでご覧いただいてきたように、女川の復興は本当に見事に成し遂げられました。けれども、あの日犠牲になった方々はもう二度と戻ることはないんですよ。今後どんなことがあろうともね、命だけは守ってほしいんです。そして私たちのように辛く悲しい思いをする家族はもう作ってほしくないと、本当に心からそう願っています。このモニュメントの周りにこう散りばめられた、この銀行の解体現場から実は拾ってきた銀行の外壁と ATM の床のフロアなんですけどもね、やっぱり行員の人たちの生きた証を何とか残してあげたいという思いで拾い集めてきたんですけどもね、私たちなりの意向なんです。はい、この女川のこの命の広場なんですけど、こちらには桜の木とか植えてね、暖かくなったら
桜の花でもみんなで眺めながらね、あの心癒す場所にもなっていけたらいいなって、そんな震災を思い出す場所になっていければいいなという思いでこの広場を作りました。では再度お父さんにつなげます。すみません、こちら運営スタッフです。ちょっと今現場からの中継が途絶えたのでもう少々お待ちください。すみません、はい、こちら小田川の運営スタッフなんですが、ちょっと今現場からの中継が途絶えてしまいましたので、こちらで10分ほど休憩したいと思います。2時5分まで休憩とさせていただきたいと思います。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあすいません、5分になりましたので申し訳ございません。先ほどですね、ちょっと外の方でやってまして、気温もですね相当寒くてですね、ちょっと途中で映像が切れました。すいません、皆さん大丈夫でしょうか。じゃあですね、そこを進めていきたいなというふうに思っています。で、先ほどですね、お披露目の方からですね話し合ったんですが、最後にあそこで私の方からまとめという話をですねさせていただく予定だったんですが、今ですねこの場でちょっとですね最後のまとめをしていきたいなというふうに思っています。いろいろですね環境が結構厳しい状況の中、外からやったものですから聞きにくい点も多々あったことだと思います。申し訳ございません。私からはですね、やはり息子からやはり学んでいることは、やはり一番大きいことはですね、今お話しした企業組織、そしてその、防災とかですね、企業の在り方っていうことをですね考えるっていうことが一番大きいじゃないかなというふうに思っています。先ほど健太のお母さんからも話しあったんですが、今はですね本当にこう3人で活動しているというふうに随分思うようになりました。やはりこれはここ 3,4 年ですかね、皆さんとつながりができてからですね、本当にこういろんな思いがですねそんなふうになってきました。で、多分ですねこういったふうに言葉を出しているのも息子の魂がですね私たちの口を返して言っているんだなというふうに今思っています。もう本当に最後の最後のまとめですが、やはり日本の企業においてはですね、まだまだその有事におけるその BCP プランとかですね、あとはその防災体制についてはまだまだこう浸透していない。我々の活動も小さい活動なんですが、まだまだこう足りないなというふうにちょっとまだ感じております。ぜひですねまた皆さんの力をお借りして進めていきたいなというふうに思っています。あとはですね、そういった企業がその浸透がまだ遅いということで、やはり経済合理性が強いので、やはり人命が少し軽視されているなというふうな思う点もありますし、その点をですね、例えばその企業が人命優先というふうに掲げていても、本当にこう有事が起きたときにそれを履行できるかというのもですね、まだまだこう不透明なところがあるので、私たちのこう提案しているところはですね、やはり人命が優先であって、やはり共助、その後に安全が確認されたら人員を継続する、そして一番大切なのがですね、事前の備えと、準備ですよね。そこについてはですね、安全配慮義務というのは、予防だというふうに思ってますので、そういったところをですね、やはり皆さんに覚えてほしいなと。そのためにはですね、やはりそのみんなでその知恵とか工夫を持ち合ってですね、対策を練るということだと思います。案にですね、いろんな、コンサルタントとかそういったところに委託をして、それを丸呑みするんじゃなくて、やはりその地域とか、あとその組織に合ったですね、やはり準備をみんなで考え合う、そして合理形成をするというのが必要だと思います。その決めた体制をですね、みんなで訓練をして、いかにそれを履行するか運用するかというのがですね、本当に重要だなというふうに思っています。そしてあと人が考えるものですから、やはりヒューマンエラーというのがあるの で、その時はやはり真摯にですね、原因究明と改善をしていく、そして被災者と同じ目線に立ってですね、取り組んでいくという国になると思います。なので私たちに言ってるその安全計画と、罹災者計画というんですかね、万が一そういうふうになった時に、やはり罹災者に対してどうするかということもですね、含めてもう考えていくというのがですね、今後本当に企業として組織としてこうマネジメントする非マネジメントになってくるんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいなというふうに思っています。あと今、いろんなその社会に入る前の人に言ってるんですが、やはり個人とですね、
集団の危機的状況判断とやはり違うんだということです。個人の判断ではですね、集団の中ではこう行動が取れない、まあ、これはやはりいろんな特徴があると思うんですが、やっぱ同調性の圧力とかですね、そういったものも見えないものがあります。そういったことからですね、やはり有事に対してのこう良し悪しとか、そういったものをですね、そういった知恵をですね、自分でこう養っておく、またそれをですね、きちんとものを言えるようになっておく。今小さい子どもたちにはですね、学級会に出た時にですね、ただ出るんじゃなくて、その議題に対して自分の意見を持ってですね、参加をしてみる、まあ、自分の意見を言う、これもですね、訓練になってくるんじゃないかということをですね、小さい子どもたちには言っています。まあ、小さい時からそういったことも含めてですね、やっていくとまたまた違ってくるかなというふうに思っています。ということですね、そういった意見を言う、で最終的にはそういう環境ですよね、みんなでこう話し合いをできる、意見交換をできる、ディスカッションできる、そういった柔軟な環境がやはり必要になってくるんだなというふうに思ってますので、それが備えてあれば命は守れるというふうに思います。そして企業組織にはですね、やはり良心ですね、良心が必要だというふうに思います。良心というのはやはり優しさとかですね、愛情、これがあればおのずとですね、命を守る備えとか社員を守る備え、それはもう十二分にできると思います。そういった体質が必要だなというふうに思います。まあこれはですね、明日は我が身と考えてですね、やはり最悪を想定して最善を尽くすということをですね、お願いしたいなというふうに思っています。まあ今日はですね、久々にですね、私たちも十何年こう寒いところをですね、冬の日もずっと経ってきました。まさしくですね、それを全てなんか走馬灯のように思い出すような今日は日ですね。昔よりもですね、着るものは随分暖かくはなっているんですが、それでも身に染みるようなものでした。やはりこの10年というのは時が過ぎるのが早かったのか、私は冬でもですね、一人でもお話しして帰ればですね、なんかこうほっとして帰ったっていうのがですね、この10年間でした。雪の日も雨の日も切ってましたけど、でも今日はそれを原点をですね、思い返すような一日になったなというふうに思って、その時に皆さんにこう伝えられたのは、うん、これはもう息子がこういった天候をですね、用意したのかなというふうに感じています。本当にありがとうございます。途中ちょっと寸断してですね、こういったふうに最後あそこのライブからですね、まあ、まとめになってしまったんですが、まあ、今度はですね、残りの時間ですね、まあ、2部ということになりますけれども、本当は冒頭で2部の構成のですね、お話をするはずだったんですが、ちょっとしませんでしたので、まあ、今日はですね、参加されている皆さんから自由にですね、ご意見を聞きたいのと、感想を聞いていきたいというふうに思いますので、ぜひですね、一人一人、お話をしてもらえたらありがたいなというふうに思っています。また話の中では今日は時間もあったのでコンパクトにですね、ポイントポイントを話してますので、不明な点もあると思いますし、あとまた裁判の件についてはですね、今回は話してませんでしたので、もしそういった裁判の関係とかですね、お話を聞きたいという方にはどうぞ遠慮なくお話をしていただければ、質問に答えますのでよろしくお願いいたします。はい、どなたか何か今日の感想ございませんでしょうか。あ、こんにちは。はい、はい、どうぞ。すみません。愛知県からつないでます、はい、C です。あ、こんにちは。どうも。今日は久しぶりに女川の景色を見ながらお話を伺えて、すごくなんか僕もいろいろ思い出しながらお話を伺いました。今日話を聞きながら改めて思っていたのは、なんか僕も自分自身も含めてなんですけど、日本人ってやっぱりなんか全体のために自分がある少し犠牲になってでもなんか全体を良くしようっていう気持ちが強いのかなっていうのをちょっと考えていて、それは震災後に被災地で
いろいろな場面で秩序が保たれたっていうことが世界から称賛されたっていうのにもつながると思いますし、あとはまあ戦時中に贅沢は敵だと言って、一人一人が少しずつ我慢をすることで全体のに貢献しようとしたっていうようなところにもあるのかもしれないんですけど、なんかいい時と悪い時があって、ただ緊急時に降りかかるリスクを小さく見積もって、でそのリスクを自分が取ってなんか全体のために何かをやろうっていうのはやっぱり危険ですし、命はやっぱり失ってしまったらいけないので、全体のためにっていう気持ちを全否定するわけではないんですけど、何よりもやっぱり個人の命を大切にするっていうことで、自分の命は大切だっていうふうに思って判断をするとか、周りの人たちが命を守れるように、その命は大切だっていうメッセージを発しながら行動するっていうことが大切なんだろうなっていうことを改めて思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いつもですね、名古屋からですね、皆さんをお連れしてもらってありがとうございます。またですね、お待ちしてますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、またお願いします。すみません。また、はい、はい、猪俣さん、どうも、なんか手を挙げていただきまして。あ、ご無沙汰してます。顔見せてください。あ、顔出てます？今、出しました。出しました。あ、どうも。ご無沙汰してます。自己紹介も、はい、言ってください。中国っていう広島の新聞社で記者をしている猪俣と申します。田浦さんとは5年前に初めて女川でお会いして、当時は大学2年生でして、でまあそれ以降自分が新聞記者を目指すっていう中で、同じ新聞記者あるいはそのメディア志望の学生を連れて女川だったり、あるいは松島の方にお伺いしてっていう、いや、ご無沙汰してます、本当に。どうもです。私ももう、かれこれ、1年以上は女川に行けていないので、どんな光景になってるのかなっていうのを思いながら拝見してました。で、まあ、もちろん変わってるところもあったんですけれども、こうして記憶を留めるように、田村さんたちが、こうやって一生懸命やってるっていうのが伝わってきて、広島なのでなかなか私故郷が仙台なんですけど帰れないなと思いつつも、絶対に仙台に帰った時にはまた田村さんにお会いしたいなっていうふうに思いました。で感想になってしまいますが、やっぱり今私がいる広島は被爆地なので、記憶をどう継承していくかっていう話がすごく課題になってます。特にもう原爆が落とされてから77年が経ってしまったので、もう多くの方が当時を知る方が亡くなっていく中で、どうやって若者に伝えていこう、次の世代に伝えていこうっていう課題が出てきてるんですけれども、それでもやっぱり私が取材している高校生とか若い世代がもう一生懸命話を聞いて、それを、まあ、今であれば動画だったり、あるいはインスタグラムとか SNS とかに発信していて、そういう草の根の活動っていうものが非常に大切なんだなってことを記者を通して実感してました。で、田村さんの活動もこうしてたくさん開いていく中で、やっぱり思いがどん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 伝わっていくなというふうに感じたので、私もできる限りまた学生とかあと記者の仲間を連れてお伺いしますんで、今日はお話が聞けてとても嬉しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。またいっぱいいらっしゃるので、誰かいらっしゃいませんでしょうか。はい、あ、小立さん、どうも手を挙げていただきましてよろしくお願いいたします。あ、どうもこんにちは、小立でございます。聞こえてますでしょうか。大丈夫ですか。いいです。どうも先日はお世話になりありがとうございました。私は、今日は自宅の千葉から、参加させていただいております。どうもありがとうございます。本当に今日は、寒い中、お疲れ様でございました。私は冬の女川、はい、声聞こえてますか？大丈夫ですか？はい。映像はちょっと見えましたか？あ、そうですね。はい。ちょっと声は、聞こえづらかったところもありましたけど、映像は、はい、確かに、
拝見いたしました。はい。はい、私は冬の女川は訪れたことがなかったので、まあ、今日本当に寒いということだったんですけれども、その当時の模様というのが、まさに今日ライブで、千葉からではありますけれども、体感させていただいて、それからあと、いろいろと、歩きながら、現場の状況っていう位置関係等々を含めて、すごく、まあ、一緒に、まあ、伴走しているかのような形で、今日は体験させてもらって非常にありがとうございました。感想、私も感想2つなのですけれども、まず1つは、まあ、これ田村さんもひろみさんもおっしゃっていたんですが、当時、いろいろ息子さんを探していたりとか、それから女川に入った時に、やっぱり風景に色がなかったっていうのがとても印象的で、で、私も例えば、末期がんの宣告を受けた患者さんであるとか、難病の告知を受けた患者さんとかが、どうやって家に帰ったかその後覚えてないであるとか、やっぱり風景が、の色がなかった、モノクロの世界だったとかっていう、やはりやっぱりその同じような、言葉をよく耳にしていたのですけれども、やっぱりその、まあ、限界状況というか、ギリギリの状況、の中でのまさにその体験だったんだなっていうのを、その、色がないっていう言葉を伺ったときに、すごく、それが、脳裏をよぎったということが一つと、あとは、最後に、慰霊碑、遺族の皆さんが、まあ、作られた慰霊碑ですけれども、言葉っていうのは昔から日本では言霊という形で、魂が言葉に乗る。だから、生地口にしたことが、本当にその魂でこう、たたりになったりとか、あんまり不吉なことは言えないっていうようなことが、まあ、ある意味伝統的に受け継がれているんですけれども、やはりその、女川の田村さんはじめとしてお作りになった慰霊碑を、拝見、まあ、実際にも見に行かせていただきましたけれども、言葉の力、はもちろんなんですけれども、やはりその婚姻のお二人の姿っていう、その、やっぱり姿があるっていうところの、なんでしょう、心に残り方というか、言葉だけよりも、何かこうイメージというか、なんかそういう、ある意味象徴的な姿、具体的な人、お一人お一人の姿ではないんですけれども、やはりその姿があるっていうのが、何かとてもこう、共感しやすいというか感情移入できやすくなるというか、何かその機能っていうのを今日改めて、慰霊碑を拝読して、とても感じたところでございます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。どうも。はい、どうもありがとうございました。また、いっぱい今日はいらっしゃいます。もう自由にですね、よろしくお願いします。というふうに思って、います。はい。はい、了解ます。あ、こんにちは、ご無沙汰してます。ありがとうございます。マイク、はい、ご無沙汰しております。今日は寒い中、ありがとうございました。娘がそちらの方に行くときに一緒に女川に行って慰霊碑の前でお話をさせていただいたり、個人的にお手紙を交流でさせていただいたり、もうコロナでなかなか本当に行きたくても行けなくて、こういう形でお話ができたっていうのが今日すごく嬉しかったです。小学生にその東日本震災のことを話したりするんですけれども、やはりもう知らない子どもたちなんですね。生まれてない子どもたちに今どうやって伝えていいかっていうのを再確認させていただいた気がします。お体気をつけて過ごしてください。またお会いするのを楽しみにしております。失礼します。はい、この方にお話しに行きますので、ぜひそういう機会をよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありました。はい、すみません。はい。ありがとうございます。また、どちらかの方、おられませんでしょうか。もしよければ小池さん
お気に入りだったら一言、今日の感想いかがでしょうか。じゃあすみません、あの武田さんどうですか、あの静岡新聞の武田さん、いつもどうもありがとうございます。今日は入っていただきまして、もしよければあのお声などよろしくお願いいたします。高橋誠さんの映像にしていただいて、あ、すみません、じゃあ高橋誠先生、そしてあ、すみません、あ、こんにちは、ご無沙汰する、どうも、すみません、あのご無沙汰しております。今日あの拝見して、あのモニュメントのその命を守るためには高台へ行かなければならないというのが本当にこう本質的なのをあの一言で言ってるなというようなことを感じています。で、あの七七銀行の事件と、それから大川小学校の事件と、この裁判をずっとこう見ているわけですけれども、感じたこととして、この高台に行くのが鉄則だっていうことが安全対策の中から、まあ、あの消えてしまっているっていうようなところが少しあちらこちらで見えるということなんですね。当たり前のことなんだけども、それが消えてしまって、そしてこうあの数字とか、それから、ハザードマップ の図面とか、まあ、それだけを見ているっていうような傾向が見えるように思います。で、大川小学校事件の判決の中で、ハザードマップのその数値が、その津波はここまでが来る、ここまでは来るからさらに逃げなきゃいけないということであって、ここまでしか来ないから大丈夫だということではないということが、あの、判決理由の中に書かれてましたけれども、その点が消えてしまっているというふうに思います。で、あの、2つの判決よく読んでみましたら、この津波についての専門家は高台がまず第一だっていうことはちゃんとこう発信をしてるんですね。で、このケースのところ、津波避難ビルのガイドラインも、この、高台に行けない場合の事前の策なんだというようなことをこう言ってるわけですけれども、まあ、それが消えてしまって、あの3階建てとか、それから10メートルという通知だけをこう見てるという形になってる。で、大川小学校の方のハザードマップのところもよく読んでみますと、あの、まあ、大川小学校をこう、避難場所にしたのは間違いではあるけれども、ハザードマップ自体の中に、あの、この浸水区域でないところであっても水が来る可能性があるので、やっぱりあの高台が、あの、第一だということはそのハザードマップの中に書いてあると。ですから津波について検討した専門家はやっぱり、高台が第一だということはきっちりと発信してるんですね。で、それが途中で消えてしまうっていうようなあのことがなぜなの、なんだろうかということですね。まあ、今見ましたように、数値だけ、あるいは地図だけを見るというようなことになっているわけですけれども、で、この七十七銀行の、まあ、事件の時に、銀行側はこの宮城県の危機対策課に、あの、まあ、紹介をして、そして屋上でいいかどうかということを尋ねているようなんですね。で、そうすると、まあ、屋上の方は、まあ、3階建てということではなくて、まあ、10メートルあればいいというふうにして、どうもこう、それに、まあ、OK を出したようなあのことが、まあ、判決の中で書かれています。で、先ほどのガイドラインから見ると、もしも高台があるんだったらそっちの方が先だぞというふうに県の方があの、
答えても良さそうなんだけれども、どうも数値だけを見てるというような感じなんですね。それからもう一つ、これは大川省の弁護士さんが書かれてたところで紹介されてたところなんですけれども、宮城県の南三陸町立徳田小学校のケースで、これは校長先生が高台に行くのが間に合わない可能性があるから屋上の方がいいんじゃないかというふうに言ったのに対して、地元出身の先生たちが行き止まりだからやっぱり高台で行けなければいけないというふうに反論したと。でその中に書かれてたところなんですけれども、翌年その校長先生は消防署が屋上なら大丈夫というふうに言ったので、やっぱり屋上がいいというふうなことだったんだけど、また反対があってと。で結局3月11日には高台に逃げて、みんな助かったというようなケースだったんですけども、これ見たときに、消防署が屋上なら大丈夫って言ってるんですよね。ですからやっぱりそれぞれの、企業なり組織なりの担当者っていうのが、やっぱり数字だけ、地図だけを見るというような格好で、もうそいわば書類だけ見て、これで安全対策ができたというふうに思ってはいけないということなんですけれども、どうもそれを指導するべき県とか、あるいは消防署とか、そういうところもある種のお役所仕事に陥っているようなところもあるんじゃないかと。そういうような点からするならば、やっぱり専門家、先ほど言いましたように、専門家の方は、高台がやっぱり第一で、それ以上のものも来るんだということを言ってるわけですので、それをきっちりと受け止めるというような点からしますと、そうすると想定外のものはやっぱり来るんだと、そういうような点でここまでは大丈夫だということではないんだと、この数値というのはあくまでも最低限の数値であって、ここまで大丈夫だというふうに受け取ってはいけないというようなことを、企業なり学校なりばかりではなくって、この行政とか消防の方のところでもやっぱりこう徹底していかないといけないんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから今日新聞の方も来ておられるようなんですが、ぜひともこれそれぞれの企業学校だけでなくって、それを指導する自治体とか行政とか、そちらの方のところでもやっぱりこのあたりのところをこうしっかりと指導のあり方ということに関して考えていただけなきゃいけないというようなことかなというふうに思いました。最近いろいろと調べてて、そこがこう一つのこうネックになってしまってるなということを感じましたので、必要な形でこの点というのをもう少しアピールしていければなというふうに思っております。ちょっと長くなってすみませんでした。ありがとうございます。先生はですね、大阪一律大の先生で、私たちも意見書をですね、安全配慮のところで書いていただきました。でその後もですね、先生はやはり近郊の事案に対していろいろこうまだまだ深掘りをしたいというふうにですね、心強いご意見もいただいてましてですね、ありがたく思っています。私たちもですね、やはりまだまだ企業組織に対するこう浸透がなっていないので、またそういった機会をですね、どうすればいいのかとかですね、あと先ほど行政という話もあったんですが、行政にですね、やはりその、厚生労働省がいいのかあれなんですが、そういった行く道筋ですか、そういったものもですね、アドバイスをしてもらったらありがたいなというふうに思っています。やはりどっかにですね、こういったものをきちんと残すというのがですね、必要だというふうにずっと思ってますので、今はまだ助走中ですけど、もうそろそろですね、年も年になってきましたので、ぜひですね、その辺も含めてよろしくお願いしたいというふうに思っています。今日は先生どうもありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。はい、またどちらかの方、先ほど私がちょっとお願いした通りですね、いろいろこうアドバイスをもらう事項もありますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日ご参加の薬和さん、石井さん、もしよければどちらかちょっと一言もらえたらいかがでしょうか。もしよければよろしくお願いいたします。
すみません、音声聞こえますでしょうか。はい、田村さん、どうも、はじめまして。先日、メールでちょっとご挨拶いただきました、石井と申します。本日は、大変寒い中、貴重なお時間いただきまして、本当にありがとうございました。申し訳ございません。私、すみません、健太さんのですね、大学時代の、同級生でございまして、ちょっと震災から11年だったこのタイミングでのご挨拶、本当に申し訳ないんですけれども、大学時代ですね、健太さんと同じ、学部学科に所属をしておりまして、学生時代一緒に授業を受けたりですとか、あと昼食等をですね、ご馳走した機会も何度かございまして、私もずっと同じように野球を昔から大学入るまでやった関係もあってですね、生前の健太さんとよく授業の合間とかで野球のお話ですとか、いろんなお話をですね、させていただいたことをすごい今覚えております。先ほどですね、実際に、私はすみません、お腹に足をまだちょっと運ばせていただくことはない中で、今回ちょっとご縁があって、この、活動の方にですね、ちょっとお声掛けいただきました、参加させていただいたんですけれども、本当に私も同じですね、健太さんのように金融機関に今静岡の方で勤めているんですけれども、やはり静岡もこう南海トラフ地震が来ると言われている地域で、私が住んでいる今自宅もですね、実は駿河湾から 1.5 キロぐらいのところに自宅がございまして、でやはり先ほどのお話を伺ってました、本当にやはり私自分ごとのようにですね、非常にちょっとお話を伺いさせていただきまして、やはり事前のこう準備ですとか備えですとか、そういったところのこう大切さというものをですね、改めて本日のお話を通じて非常にこう感じさせたいと思うのですから、次またですね、こういったせっかく今日いただいた貴重な機会をこう通じてですね、ぜひ私の方もまたできることをですね、企業人としてもやっていきたいというふうに考えております。本当にすみません、ちょっとこのような形のご挨拶で申し訳ないんですけれども、またぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いろいろですね、今もね、昼間息子と一緒にね、ご飯を食べてもらったとか、いろんな野球の話をしたとかね、そういった話も私たちはこう分かんないんで、ぜひですね、今度ゆっくり聞かせてほしいなというふうに思っています。なんかね、静岡の方って言ってね、ずっと話がちらっと聞いていたので、今日石さんは島田ですか、島田の方ですか。私はですね、静岡県の東部の東の方のですね、今沼津市というところに住んでました。はい、ぜひまたそういったものをお話を聞かせてもらって、なんか息子がね、合わせてくれたんだなというふうに、この間ね、石井さんのご先輩が来た時に急にそういったお話を聞いてですね、これも出会いなので大切にさせてもらいたいなというふうに思っています。近いうちぜひお会いしたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は急に降って申し訳なかったです。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。すいません、ありがとうございます。これもすごいね、私たちにとっては縁でね、なんかじんときますよね、やっぱしね、久しぶりに。はい、ありがとうございます。はい、またいろんな方がのお話をですね、聞かせてほしいのと、アドバイスをいただきたいなと思っています。星さんはどうでしょうか。横浜の星さんはいかがでしょうか。星さんはオリンを接続中で多分出ないよね。わかりました。どちらかどなたか、小笠原さんはいかがでしょうか。もしよければ。はい、はい、出ないからですね。はい、終わりました。右の表情ギャラリーでしていただくと、皆さんどんな感じか見、それです。はい、そしていただくと、はい、
これまでご発言されてない方でもしよければ一言。いい先生はいかがでしょうか。あ、はい。あ、どうも今日はお疲れ様です。いつもありがとうございます。いやいや、先ほど石井さんという方が健太さんと同じ大学ということでしたが、はい、まあ、私も同じ専修大学で、まあ、現在教員をしています、いいと申します。まあ、残念ながら健太さんいらっしゃるときには私まだ着任しておりませんで、まあ、その後今、教員をしているということですけれども、まあ、田村ご夫妻には何度もお話を伺ったり、専修大学にも、授業で特別講義にいらしていただいたりして本当にお世話になっています。今日ですね、初めて女川現地からの、なんて言いますか、オンラインの、中継というのを拝見して、まあ、確かに最初の方で少し音声乱れありましたけれども、まあ、途中からはかなりよく聞こえましたし、本当にお二人は、まあ、長年こうお話慣れていらっしゃるのか、まあ、とうとうとこうよどみなくですねお話をいただいて、本当にこうした、まあ、少人数でのネットでの会合もいいですけれども、まあ、本来はもっと多くの人に聞いていただきたいような、まあ、テレビで流してもいいような内容だと思いました。で、お二人さまざまなご活動をされているということで、まあ、ちょっと私から別に感想とかじゃないんですけど、まあ、もしできたらいろいろとご活動されている中で今後どういったことを予定されているのか、まあ、モニュメントについても今後募金を募るですとか、まあ、来年3月は東京の専修大学でシンポジウムを予定されていると伺っていますので、まあ、そうした今後の活動の予定とか取り組みされたいこと、まあ、今後のことを何かお話しいただいてよろしいでしょうか。はい、先生に司会してもらいます。どうもありがとうございます。進行、まさしくですね、今からそれをお願いしたいなというふうに思ってました。ちょうどいいんですね、お言葉をもらいましたので、まずはですね、ちょっと今パワーポイントを準備していなかったんですが、12月の1日からですね、今回宮城県共同募金会というところでですね、募金をですね、支援をしてもらうということで、見えますか、私がですね、私の手元とですね、宮城県、あとは中央募金会で1月から可能なんですが、今パネルをつけていますが、そこの URL から私たちのそのホームページには飛ぶんですが、今後ですね、やはり私たちが何とか、あとはその、なんですか、いなくなって持ってたらあれなんですが、そういったところにですね、ちょっと、メッセージパネルをですね、きちんとその、この私たちの事案のみならずですね、東日本大震災というものをですね、ものをパネルとして残していきたいと、掲示板として。結構ですね、大きめのものになる予定です。幅が多分1メートルからですね、高さも約1メートルちょっとぐらいのものを予定していきたいです。で、もちろんその今、新聞社さんからいただいた映像とかですね、あと今後ですね、インタビューを町の人とかを撮ってですね、震災直後の言葉とかアーカイブとしてですね、いろんなものにこう盛り込んでいきたいなというふうに思っています。逆に本来であれば時間があればですね、聞きたかったんですが、ちょっと時間がないので、こういった方向づけでですね、来年度の本事業として考えています。まず募金をですね、50万ほどですね、目標金額として2月の末までお願いをしているということで、一つは私たちのホームページにもアップしておりますので、そちらを一回見ていただいてですね、今出していただきました。こういったチラシがあります。まあ、命のですね、未来の命を救いたいということと、まあ、一緒にこうバトンを渡してほしいということでお願いをしております。円買いのですね、使用もあってですね、いろいろこう強化する分もありますので、ちょっと費用的にはですね、かかるかなと思っています。これをですね、今一つの来年の事業として2月まで募金活動を、1月からは、まあ、カードの支払いということもありますので、ぜひですね、大変申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。もしご連絡いただければ、うん、チラシを郵送しますという、はい、そうですね、もしご協力していただければですね、この
募金の用紙をですね、送らせてもらいますので、その時はご連絡いただければ幸いかなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。あともう一つはですね、3月ですね、3月の21日ですね、祝日の火曜日ですね、なりますが、東京、いい先生の方の、協力をいただきましてですね、専修大学の方で1時から、シンポジウムをするというふうになります。まあ、安全な社会ということの、大題目をつけてですね、やってきますが、今回は水難事故といいますか、今までですね、日航機の宮島さんとかですね、シンドレの石川さんとか、お願いしてましたが、今回はパネラーとしてまた参加していただきますし、もちろん世話人ですので、今回登壇していただく方はですね、息子さんをですね、幼稚園の時にその水難事故で亡くしてライフセービングジャケットですか、そういった活動をしている方とか、旦那さんがですね、溺れの奥様ですね、今その方をお呼びしてですね、一緒にここで考えてます。まとめはですね、柳田邦夫さんという邦夫先生がまとめてくれるというふうになっております。これはですね、今期、大きいところになっています。あと今後ですね、まだまだあれなんですが、ちょっと今我々やってるところではね、絵本というものも考えています。もう何年もですね、ちょっと作り込みをしてるんですが、皆さんお互いにですね、プロではないので、素人ながらですね、いろいろこう詰め詰めでやってまして、いつか実施作品になっていくのかなというふうに思いますけれども、来年度にはですね、やはりその命を守るためのですね、こういった伝承的絵本もですね、作っていきたいというふうに思っています。あと今後になりますけど、先ほど言った通りですね、もっともっとこう能動的にですね、企業とか組織、また学生の方ですね、そういったところにもっともっとこう浸透させる工夫をしていかなくてはいけないかなというふうに思いますので、この辺のアドバイスと、あとは先ほど言った高橋誠先生からも話してあったんですが、やはり行政、やっぱこういったものをですね、やはり学校のものっていうのはある程度こういろいろこう方針とかそういったものもしやすいんだと思うんですが、やはり企業ってこう独立機関とかもう民間のものっていうのはなかなかこう行政もですね、動きづらいというものがあるようなので、こういったものをですね、どういった国にその窓口、厚生労働省なのか、あれなんですが、そういったところも含めてですね、少しこう、動きをですね、いつかしていかなくてはいけないなというふうに思いますので、その辺もですね、ご助言していただくとありがたいなというふうに思っています。そういうことで、今後のですね、方向性を進めていきたいなというふうに思っています。はい。大雑把なあれですけど、こんな感じです。はい、そうですね、今後来年度もですね、このような私たち法人独自の活動としてのこの今日のような学びの広場ということも続けていきたいと思っています。もちろんそして女川の現場での伝える活動というのは私たちにとってはもうそれこそ現場を見ての話っていうのは私たちなりの活動なので、ご連絡いただいたり、あともちろんゴールデンウィークとかそういう時にはもちろん女川にまた立ちたいなと思ってますので、気軽にね声をかけていただいて出れば私たち女川にもちょっと自宅からは約1時間車で1時間かかるんですが吹っ飛んでもありますので、その時にはどうぞご連絡いただければありがたいなと。やっぱりこの件を多くの皆さんにもっともっと知っていただかなければ問題のその土台に上らないかと思います。まずは知っていただくためにということでお話をこの語り継ぐ活動というのを続けていきたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はいはい、どうぞ。新さんどうですか、手を。今のはリアクションでちょっと拍手の手をやっていただけなんですけど。はい。丸本さん顔見えましたけどどうですか。こんにちは、聞こえますか。いつもどうもありがとうございます。はい、しばらくでございます。すいません、今日は職場の方からちょっと失礼いたします。わかりました。
田村さんとは2014年ですかね、初めて、お名前にお伺いしたときに、それからのお付き合いになっているんですけれども、今日、久しぶりに、まあ、今度コロナで、お邪魔できなかったんですけれども、久しぶりにお話をお伺いして、やっぱり結構忘れてるなっていうことですね。それなりに自分も被災地のことはずっと気にはかけてるつもりなんですけれども、それでもやはりこうやってお話を聞くと、まあ、当時はまだビルが倒れているところとかも私も拝見しましたけれども、改めて写真を見たり、お話を聞いたりすると、ああ、やっぱり忘れてることが多いなっていうことがすごくあるんですね。で、まあ自分みたいに基本、多少気にかけてる人間でもこうなんですから、やっぱり、行ったこともない人であるとか、一般の人はやはり、かなり忘れてる人が多いなっていうのは、本当に思うところですよね。で、それとともに、やっぱり、ちょっと話変わりますけども、政治家の人はどう考えてるんだろうっていうのは、本当に最近思っていて、まあ、特にその復興の税金であるとかね、それを、まあ、話ずれちゃいますけれども、なんで防衛っていうのはまた別の話だと思うので、そっちにお金を使っちゃうっていうのもよくわからないと思うし、ぜひね、本当に、まあ、今日のお話なんかは、日本全国の人にも見ていただきたいし、特に政治家の人なんかにもね、こういった、実際被災された方の、ご遺族の方なんかのね、お話っていうのは、本当に、見てもらいたいと思いますよね。まあ、それとともに先ほど田村さんの、ね、健太さんの同級生の石井さんをご発言されてましたけども、まあ、そういった同級生のね、お話を聞いてる時の気持ちってどんな感じなんだろうなって、まあ自分も、子供を持つ親としては、複雑な気持ちでしたけども、ぜひ石井さんもね、女川の方へ足を運んでいただいて、ご夫妻とお話をしていただけたら、それも健太さんもすごく喜ぶんじゃないかと思います。その辺もお願いして、また私もまた来年後でもね、お伺いできると思いますので、ぜひ、お話をさせていただければと思います。また、農園の方にもお伺いしたいと思いますし、またその説はよろしくお願いいたします。以上です。はい。じゃあ、丸間さん、痛みを早く、治してですね、また、ツールドトークに参加してください。ぜひ、お伺いいたします。ありがとうございます。鈴木さん、大阪の鈴木さん、こんにちは。ご無沙汰してます。お久しぶりでございます。お久しぶりです。すいません、遅くなってごめんなさい。今帰ってきました。ごめんなさい。すいません。お話を伺いたかったんですけど、ごめんなさい。また今後もまたよろしくお願いいたします。わかりました。はい。ありがとうございます。どうも。はい。今日ですね、あと会場の方にですね、参加されてる高橋さんがいるので、一言、高橋さん、いかがでしょうか。高橋さんもですね、こちらの方でですね、大切な人を亡くされて、お話をされてる方で、今日初めて直接お会いしたんですが、ここに参加をされていますので。寒い中ですね、一緒に歩いてもらいましたので、はい。ありがとうございました。命の語りで、高橋ひろみと申します。私は生まれ育ったのが、この女川の隣町の石巻市の南浜町というところで、そこの実家と、まあ、ふるさと全部と、あと、まあ、両親、住んでた両親を亡くしたんですけれども、もう私にはちょっと一人息子がいまして、そして田村さんのことはずっと、気になっていて、一言とは思えずなんですけれども、実際に対面でお話をお伺いしたのは今日初めてです。すごく寒かったですね。もう耳も鼻も痛かったんですけれども、大体あの日と震災が起きた時と同じぐらいの気温だったのではないかなと。だからみんな寒い中、怖い思いして逃げていたんだなと思うと、込み上げてくるものがありました。でも、まあ、なんとかこうやって伝え続けていかなくてはいけないんだというひろみさんの言葉と、あとこうやってたくさんの人が応援して、
聞いてくださるという環境に、あ、すごい素晴らしいなと思いました。私もすぐなんかくよくよしてやめちゃいたい、あの語り部をしてるんですけれども、やめたいなと思うんですけれども、やめたいななんて言葉を出しちゃうんですけれども、今日の高幸さんとひろみさんの活動を見ていて、またそれを見守る皆さんのことを見ていて、私もコツコツとでも、まあ、少しずつでも続けていかなければいけないのだということを気持ちを新たにしました。でこれからもまた皆さんと会わせる機会があると思いますので、まあ、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今日は貴重な時間をありがとうございました。はい、ありがとうございました。まさしくですね、今高橋さんから話し合ったんですが、ここまでやっぱりあの、ね、何度もいつも言うんですが、もうすぐ12年ですよね。12年、女川にもう 何千回ですよね、通ってるのはね。あの片道50キロですけど、でも最近までやはり遠いなっていう感じになる時もあります。でも夢中になったあの頃をですね、今日またあの思い出したなというふうに思ってまして、これもやはり頑張れるのは皆さんのそのつながりで、あの先ほども言った通り、最初の頃はですね、すごくこう顔もとげとげしい、言葉もとげしい時もあったと思います。でやはり皆さんとつながってですね、少しずつこう言葉もね、あの少しずつこう緩やかになってきて、あの今日はモニュメントの前でガッツポーズはしなかったんですが、皆さんここに来ると皆さんガッツポーズされた方もいっぱいいると思うんですが、今日途中で映像を消してしまったのでガッツポーズはしませんでしたが、今度皆さんと直接ですね来たらガッツポーズをする。あの今日石井さん聞いてると思いますが、ガッツポーズはね今度 お教えしますが、ケンタはキャッチャーだったんですよ。キャッチャーでもいつもね、あのダルビッシュの前の時に試合をしてベスト8だったんですが、ガッツポーズする子でした、キャッチャーで。あの本当にピッチャーよりも目立つあの子でした。なのでとにかくもう球場に人がいっぱい入るのが自分はすごくね燃えるんだと。一回もパスボールをした子ではありませんでしたよ。でとにかくもうね野球が好き。でも近くにね、あのまだ単身寮にも彼のものはまだ残ってるんです。でそこも含めてですね、やはりなんだろうな、銀行の勉強するものと野球の本でしたね。星野さんが好きだったみたいでね、星野さんの本をね、熱血の本を読んでました。でそんなことも含めてですね、あの我々もその魂で今やってますので、ぜひぜひですね、あの皆さんの力をですねお借りしながら、もうちょっともうちょっとこう続けていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。あの時間のですね、あの3時にもなりますので、そろそろですね、あの終了しなくてはいけないと思いますけれども、今日はですねちょっと前段あの途中で映像が切れたり音がですね本当途切れたところもあると思うんですが、ご了承いただきましてですね、よろしくお願いします。また再会をですね皆さんとするときを楽しみにしてますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はですね、あの本当にありがとうございました。じゃあまたあのお会いする日を楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあこの辺で終わりにしますので、どうもありがとうございました。ありがとうございました。